はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで H38 さんからご依頼です。はい、クロニクルですね。よろしくお願いします。クロニクルのホビーね。で、発送は明日になりますんで、配達ね、早くて金曜日に行きます。で、なるべくね、コンパクトにしてお送りしますね。これ1個あればいいかな。はい、じゃあまずはプレミアリーグからバーディーですね。はい、じゃあ行きます。キラキラありますね。ルーキーはルーキーにしておきます。ルーキー、ルーキー2枚で、クラックドアイスのセレクト。はい、ジェームスさん、ルーキーじゃないですね。で、その下ファブリックラポルテさん、これ23ですね。6番クラックドアイス、セレクトのクラックドアイス。あ、サインか。あ、少な、少ない、90枚限定、47番。てか初めて見た、ショープリ枠ですね多分ね。はい、この場合サインどうだろう、2枚出るのかな、ちょっとわかんないですね。あ、アスピレーションの方ですね。ジャージナンバーから99ね、ヒーター93ですね。で、ポデンスさん、あ、通常版も出ましたね、クラックドアイスの方、うん、この場合どうなんだろう。ペラの方がショープリか。モドリッチの時はワンオブワンだもんな、あれはな。どうですかね。ルーキー、ルーキー。プリズムシルバー。よしはい。で、その下。メッシシルバーだ。いいっすね。プリズム。出ないですよ。はい。で、その下は、ラキティッチ500シリですね。さあ最後がどうですかね。ルーキー、ルーキー、謎だな。90シリってだいぶ少ないですよ。だいぶ少ないです。はい、あ、これもキラキラだ。スペクトラのクラックダイスかな。ルーキー、ルーキー、ルーキー。さあ誰でしょうか。お、ルーキーだ。はい、で、その下、ちょっと待ってくださいね。見えちゃうけど。はい、ルーキーのクラックダイスです。23の13。ね、セリア、どうですかね。はい。で、あ、やっぱりメモラだ。ってことは、やっぱりショープリオートだったんだ。完全に。はい、500シリですね。まあ、シティですもんね。多分そこそこな選手なんじゃないかとは思いますけど。で、オプティックルーキーね。はい、となりました。クラックドアイスが2枚、メッシのシルバーで、アスピレーション1枚で、サインはマンチェスターシティのラポルテさん。初めて見たような気がします。うん。人によって枚数違うんですよね。まあ枠収まってますね。うん、90シリですね。まあ500じゃないってことですよね。サインが1枚しか出なかったということは。
小プリ枠ですよね。で、クラックダイスが2枚出てます。まあ、それとアスピレーションとメッシュのシルバー。メッシュのシルバーの方がいいかもしれない。ね。やっぱメッシュですかね。うん、まあ一応。アスピレーションですから。エリートのね、パラレルの代名詞ですから、ステータスと。アスピレーション。はい。ということで、まあ、ね、パラレル枠のところが、クラックダイス2枚。で、メッシのシルバーとシリアルと、サインが、ラポルテさん。はい、となりました。ショープリサイン枠かな。うん、はい。じゃあ、ポーカーやります。ショープリ枠引くの方が大変だと思うんですけど。はい、参加をします。ワン。2、3。お、11のワンペア。そう、レジェンド枠引くより、ショープリ枠引く方が珍しいというか、レアですよね。ワン、ツー、スリー。ノーハンドっす。はい、ということで、クロマグホ一つね。うん、確かにそうっすね。500とか結構レジェンドオートあるじゃないですか、ナショトレの。こっち行く方が難しいっすよねっていう。ね、そっち引いちゃいました。はい、ということでね、明日発送の金曜日着で発送いたします。ありがとうございました。